はい、皆様おはようございます。こんにちは、こんばんは。黒政と申します。この放送では中国史好きの私黒政が中国史上の人物を紹介するラジオとなっております。唐突ですが、皆さん、先日3月の8日、先日ってほど先日じゃないですけどもね、3週間ぐらい前ですかね。はい、3月8日は何の日かご存知でしょうか。男女平等とかに、関心の高い人なら、馴染みがあるかもしれませんね。はい、3月8日はですね、国際女性の日でございます。1975年の、3月の8日にですね、国連で提唱されて、その後1977年の国連総会で議決されたようですね。現在はですね、国際連合事務長が、国際連合事務総長が、女性のね、従前かつ平等な社会参加の環境を整備するよう加盟国に対して呼びかける日となっております。日本ではですね、3月の8日に、男女共同参画、担当大臣がですね、国際女性の日に寄せて、メッセージを発出しているわけなんですね。まさしくね、女性差別をなくす男女平等の日という感じですが、視聴者の皆さんはですね、男女平等に対してどう意識してますかね。SDGs の目標の5に、ジェンダー平等を実現しようというものがありますので、以前にね、まして、男女平等に対して意識する機会は増えたんじゃないかなと思います。そんなこんなで世の中は男女平等が叫ばれてね、久しいわけですが、我が国日本でもですね、ほんの昔までは、男尊女卑なんて言われた世の中でありましたわけで、ちなみになんですけども、意外や意外、日本においてですね、古来から女性の地位が低いということはなかったようなんですね。少なくとも戦国時代までは、一概に女性の地位が低いとは言えなかったようです。戦国時代にはね、普通に女性上司とかいましたしね。じゃあいつからね、男尊女卑、になったかというと、江戸時代からという説がね、根強いわけなんですね。江戸時代はですね、男によるお家相続意識が色濃くなった時代だそうで、男児が生まれればお家相続ハッピーハッピーって感じなんですけども、男児が生まれなければお家断絶、取り潰し、わーお最悪と、そんな世界観だったんですね。そのため、名の知れた家などでは男児を得ることに必死で、必然的にね、男性の地位が上がったと。あと当時のね、メジャーな教育論の書物において、いい女の条件は主人や姑に、慎みを持って使える、子供を産める、男の言うことを何でも聞くなどの女のことっていうふうに、いい女性の条件が書かれていたり、逆にですね、悪い女とは子供を産めない、悪い病気になる、おしゃべりが過ぎるなどの女のこと。ということがね、記載されていて、捉えようによってはね、女性は、なんていうんですかね、男性にとって都合の良い存在でなければならないと考えることもできるわけなんですね。現代でね、そんな本が発刊されたらね、著者やね、出版社は大貧縮を買って、社会的に今間違いなくね、抹殺されそうな気もしますが、当時はね、社会的に女性蔑視がね、あったわけであると。じゃあその中国では、私のチャンネル中国史を扱うわけなんで、中国では、男尊女卑具合はね、というか男性と比較した女性の地位はというと、宋以降に男尊女卑の度合いが強まったと言われております。その男尊女卑の度合いが強まったというか、なんていうかね、その宋の時代に入ると、女性に対するね、制限が目立つようになったというふうに言われているんですね。これは結構ね、その女性の黄金時代と、見なされることが多い唐の時代と、対比されるわけなんですね。
こうした変化はですね、まあ、朱子学の普及が大きいとされていて、あ、まあ朱子学っていうのは、まあその南宋のね、朱熹が作った儒教のね、新しい体系ですね。この朱子学によって、まあ、女性の地位が低下したとする説が、かつては結構主流だったんですけども、現在ではですね、社会構造の変化、社会的、政治的、法的、経済的、文化、さまざまなね、要素から、まあ、女性の地位の低下につながったとする説が、まあ、交流しているようですね。ただまあそうは言っても、まあ、夫や息子がね、無能で、あの奥さんが一家のね、なんだっけ、なんですか、その一家の大黒柱になるみたいな、まあ一家の生業にね、あの精力的に参加して、まあその家をね支えたりしたり、あとはその女性が財産を持って、まあ、家長となった家もあったようなんで、まあ 100% ね、女性にとってまあ暗黒の時代だったかと言われると、ちょっとまあどうなんだろうっていう点ではあるんですけどもね。で、その宋代以降ですね、まあ、明の時代になると摂府、なんですかね、その固くね、御竿を守る婦人みたいな、そういうまあ低層観念の、きちんとしたね、あの婦人がまあ、なんていうんだ、そのよりね、前の時代に比べるとポピュラーになっていて、まあ摂府のね、あ、摂府って言っちゃった、さっき摂府です、摂府、正しくはね、摂府のね観念は、まあ夫の死に際して女性がまあ自殺する行為と、なんかね、その残念ながらね、結びつくようになってしまったようなんですね。まあなのでね、明代にね、そういう考えがね、劇的に増加するわけなんですね。まあその後のね、秦の時代においては、始皇帝の秦じゃなくて、まあ、あの女真族の秦ですね、これにおいてはですね、なんとですね、秦の法律では父親はまあ娘に対する絶対的な権利を持っていて、まあ、娘がね、恥ずべき行為をした場合には殺してもよかったとそういうことになってるんですね。現代でなんかそんな、ね、法が可決されたら、まあ、空前絶後の 大炎上になると、なることは必至なわけですけどもね。で、先ほどその宋代に女性の地位は低下したと、まあ、述べたんですけども、まあ、それ以前の、まあ、だいぶ以前のね、周の時代にはすでにね、まあ、三重って言って、女性はまず父に、そして結婚後は夫に、夫の死後は息子に仕えるっていう、そういうね、あの考え、マインドを教育していたり、やはりその現代社会と比べると中国のね、長い歴史において基本的には、女性の地位は低いと、そうなるわけなんですね。まあ、古代中国における女性は、まあ、社会参加の、ね、制限とか、土地の所有や、まあ、何ですかね、その家居とかね、家居への、ね、参加権利がないとかね、私のまあチャンネルではもうなんかあるあるネタの一つにもなってるんですけども、まあ、女性は個人名が現代に伝わっていないとかね、まあ、第42回目放送のまあ巨木夫人とか、まあ、そこら辺のあたりとかね、そういうのはまあ最たる例ですよね。まあ虚も僕もね、まあ夫由来の文字ですからね。で、何が言いたいかと、ちょっとね、前置きがすごい長くなっちゃったんで、そろそろまあ話をまとめなきゃいけないんですけども、まあ要はね、その男女平等というマインドは、まあ金箔並みにね、薄々で、男性の地位が強くて、女性の地位が弱いという、まあ、構図なわけなんですけども、しかしですね、当時そんな世の中において、男女平等を訴えた人がいたら、今からね、その約1600年前にね、男女平等を訴えた人物がいたとしたら、という観点が、まあ、今回のね、まあ、本筋です。というわけで、第94回目の放送となる今回は、まあ、ちょいと変わった主張で、今から約1600年前に男女平等を訴えた孔子、劉祖玉を、ご紹介いたします。あとちょっと補足なんですけども、まあ、ガバガバなね、その私の、まあ、中国史上のね、女性の、地位の説明、まあ、こういう系っていうのは、まあ、どっちかというとその
歴史というよりかはその女性なんていうの、女性学っていうのがあるかわかんないですけど、そういう女性の地位っていうそのなんだろうな、そのファクターの方が強いと思うので、まあなんていうかね、そう歴史というよりかそっちの方がね、あの詳しい方がいらっしゃいましたら、あの補足情報とかね、あの車さん、まあ、そんなみっともない情報を垂れ流すなよとしょうがねえから補足してやるよみたいな方がねいらっしゃったら、コメントにて、補足情報を、いただけると嬉しいです。はい、ではね、早速劉祖玉のエピソードに入っていきましょう。はい、劉祖玉、まあ、南宋の南宋朝、あ南宋朝じゃないや南朝宋ね、うん、まああべこべになっちゃったよ、南朝宋の公主、長公主、まあなんだ公主っていうのはですね、中国において、まあ、皇帝の娘を指す言葉および、ね、称号になります。長公主っていうのは、皇帝の姉妹を、指す名称ですね。で今のまあ説明から分かる通り、まあ、劉祖玉はですね、まあ、南朝宋の皇族になります。まあ、劉は劉でも、まあまあそのね、南朝宋の、国姓の劉っていうわけなんですね。まあ南朝宋っていうのは、まあ、まあね大概の方は、お分かりになるかと思うんですけども、一応まあ説明しておくと、魏晋南北朝、まあ、南北朝時代の宋ですね、なので北宋南宋の、時代とは違う、南朝宋でございます。はい、生年はですね元嘉23年、西暦でいうと446年で、没年はですね、慶和元年、西暦でいうと、466年ですね、その年のまあ1月2日、になるわけなんですね。で生まれはですね常陽郡、まあ、今のね湖北省常陽市ですね。で、父親は、私のチャンネル第89回目でも、放送した、皇武帝になりますね、南朝宋の皇武帝と、母は、王皇后で、同母、まあ、なんだ原同じの原同じの弟に前輩帝がいますね。南朝宋の皇帝の前輩帝ですね。まあね、あの肖像画が16、18にしてはね超老けてると、これでおなじみのね前輩帝ですね。劉祖玉はですね山陰公主や、会計長公主といった 名称もあるんですけども、今回はですね、まあ、便宜上、呼び名はね劉祖玉で、通しますんでよろしくお願いいたします。まあ、今さっき言った通り、まあ、劉祖玉はですね、まあ、南朝宋の皇武帝と、王皇后の間の子で、まあ、第一子になるわけなんですね。まあ、なので、まあ、姉オブ姉という感じになるわけなんですね。まあ、劉祖玉は、まあ、抜群の、ね、美貌で、皇女の中でも、ね、特に美しかったようで、父の、ね、皇武帝からとても可愛がられたようですね。その後ですね、まあ、劉祖玉は、山陰公主に奉ぜられて、理部尚書、要はねその人事部の一番お偉いさんを務めた人を父に持つ、家宗と結婚いたします。まあその官僚の息子の、まあ、嫁になったと、まあここまではね、まあ、正直言って、まあ、特にこれといったものがないような、話なんですけども、劉祖玉のね強烈エピソードはこの後にやってくるんですね。大明8年のねウル5月の23日、まあ、西暦でいうと464年の7月12日ですね。この日にですね、父である皇武帝が崩御すると、劉祖玉の、ね、弟君前輩帝が即位するわけなんですね。まあ、ちょっと、まあ、ちなみになんですけども、まあ、私のチャンネルではね何度も言った説明であるんで、まあ、不要かと思うんですけども、一応説明しておきますと、まあ、前輩帝っていうのはね、この名称は、まあ、彼の死後についた呼び名なので、まあ、この時点で、即位時点で前輩帝っていうのは、ちょっとまあ、ちょっとおかしな話ではあるんですけども、便宜上ね、前輩帝で通したいと思います。はい、この前輩帝が、即位してしばらく経ったある日ですね、劉祖玉はですね、ついに動き出すんですね。驚きの上奏をするんですね。
私と陛下は男女の違いがあっても同じく先帝の子です。皇武帝の子ってことですね。しかるに陛下は何万という皇女の、高級の女がありながら、私は父母が一人だけというのは何とも不公平でございます。ちなみに父母ってのは皇女の夫を指す、言葉ですね。はい、男女平等きたーってね、来ましたね、男女平等発言。はい、ちょっと違いますよね。要はね、その劉祖玉は、弟君に対して、あんたね、異性はべらしまくって乳くれやってずるいじゃん、私も異性はべらしまくって乳くれ合いたいんだけどねえって、そんな感じで言ったわけなんですね。愛人が作りてえんだと。劉祖玉は淫乱でね、評判の人物だったようで、てかね、父親が皇武帝陰柔であるね、皇武帝なわけなんですから、その父のね DNA を受け継いでいるわけなんですね。正直言うと、劉祖玉のねこの上層は、皇族追放クラスの、ひどいものなわけなんですけども、上層相手が淫乱とね暴虐に定評のある前廃帝、劉祖玉のね上層に対して、劉祖玉に対して、愛人としてね30人のね美男子をね与えるわけなんですね。さらにね、会計長公主に、下放するわけなんですね。なんつうんですかね、そのね、劉祖玉の上層を、黙認したっていうか、そのね、劉祖玉の主張をね、認めたっていう形になるわけなんですね。前廃帝はね。そのね、待遇を、与えてくれたか、元からね、年頃だったのか、前廃帝が行幸、皇帝のね、外出の際にはですね、劉祖玉もねそれに同行したようなんですね。仲良し兄弟といった感じですよね。さらに前廃帝は、その劉祖玉にですね、30人のイケメン愛人を、送っただけでなく、当時ね臣下の中で、超絶ねイケメンであった、チョエンをね劉祖玉に送るわけなんですね。追加イケメンってやつですよね。追いイケメンっていうのかな、わかんないけど。ただね、この蝶炎は、すでにね、妻子持ちで、その妻子持ちを送り込むっていうのもすごいですけども、さすがにね、その10日間だけ、10日間だけのね、期間限定になったようです。ただでさえね、男好きのね、劉祖玉、イケメン相手にね、劉祖玉はね、果敢にアタックするわけなんですね。ちょめちょめしてんだよ、と。そんな感じでね。しかし、このチョエンはですね、鉄の男で、劉祖玉のね、猛攻をね、しのぎまくるわけなんですね。私には女子を喜ばせる才能はありません。申し訳ありませんが、皇子の要望にお答えはできません。皇子が長皇子って言ったのかな。要はその、あなたのね、その欲望に応えることはできませんよと。10日間ね、劉祖玉との関係を断り続けるわけなんですね。イケメンでね、ミサオも固いと。時たまお見かけする、不倫絶対許さない聖人からしたらね、株価ストップ高みたいな感じですよね。全然関係ないですけども、芸能人の不倫を見て、全くね、関係ない人、一般の視聴者が、世間様に謝罪しろっていうのが、たまに見かけるんですけども、正直あれって見当違いじゃないかなと思うんですけど、どうなんですかね。その視聴者はね、芸能人と直接関係がないわけで、直接ね、被害を被ってないわけですからね、謝罪しろっていう権利ないんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですかね。はい、ちょっと話が脱線したので戻します。超絶権力者からのね、誘いを断るっていうのは、下手したらね、自身やね、身の回りのね、人間に害が及ぶかもしれないのに、チョインはね、気骨がありますよね。
まあそもそもねそれを送ったのはまあ時の皇帝である禅廃帝であるわけなので、まあ言ったらね禅廃帝になんつうんだろうな、その逆らったみたいな、捉え方もできるので、まあ、まさに命がけだったわけなんですね。そしてその長円はね10日間耐え切って、まあ、無事に釈放されましたと。なんかそこはね無理強いしたり、まあ、罰を与えたり処刑はしないんだな劉祖玉って感じは個人的にはしたところですね。まあ結局まあというかかなりねやりたい放題な、気もする、結局って結構か、かなりやりたい放題な気もするもする劉祖玉なんですけども、しかしですね幸せはそう長くは続かないわけなんですね。慶和元年の11月、西暦の一定で言うと465年ですね。なんとですね、最大の理解者である、まあ、禅廃帝がですね、劉祖玉の、叔父である劉育こと、第6代目皇帝の、南朝宋の皇帝明帝によってね、まあ、後のね、まあ、この人物が明帝になるんですけども、その人物によってですね、まあ、禅廃帝が殺害されてしまうわけなんですね。まあなんだろうな、まあ禅廃帝は分かりやすくね、あの暗君暴君なので、殺害も致し方なしというわけなんですけども、その火の粉はですね劉祖玉にも飛び火するわけなんですね。まあ劉祖玉のまあみだらな行い、まあ、愛人欲しい上層とか、まあ30人のね愛人を持ったとかね、これらがね、まあその皇室の、なんだ、その威厳を失墜させたとして、劉祖玉はまあ死を賜るわけなんですね。まあ死罪となったわけなんですね。そして、慶和元年11月、まあ西暦で言うと、まあ先ほどなんだろうな、その慶和元年11月を西暦465年って言ったんですけども、なんですかね、その慶和元年の、11月がちょうどねその西暦換算でいうと年をまたぐ期間なわけだったので、まあ禅廃帝が殺害されたのは慶和元年同じく慶和元年の11月なんですけども、劉祖玉が亡くなったのは、まあ、同じく慶和元年の11月中なんですが、西暦でいうと466年の1月2日と、そういうふうになるんですね。この日に、劉祖玉は亡くなったと。まあ年で言うとねわずか20歳ちょいのねまあ人生だったわけなんですね。まあ短くインパクトあり短く太くっていうやつですかね。ちなみにその劉祖玉の夫の家宗についてなんですけども、まあ劉祖玉とのね夫婦生活はまあうまくはいってなかったんですね。まあなんと言うんですかね、まあその男好きのねあの劉祖玉もまあ拒否る男もいたんだなと、まあ劉祖玉はねその家宗とは一緒に過ごそうとはしなかったんですね。相当な武男だったんですかねわかんないですけど、参院公使はですね、あてかそう劉祖玉は、まあ、30人もの愛人を抱えていたんですけども、まあ単なるね男好き、まあなんだろうな、その面食いだったんですかね。まあ男だったら誰でもいいよというわけではなかったみたいなんですね。まあなのでまあ家宗とはねまあねなんだろうな、その仮面夫婦とは違うか、まあねなんとかです、まあちょめちょめですっていう感じになったんですかね。まああんまりやなんだろうな、そのお盛んではなかったというふうな感じではあると思いますね。まあ、それがね、幸か不幸か、ね、劉祖玉が処刑された際、家宗に対してはね、何のお咎めもなかったわけなんですね。まあ、最初からね、破綻した夫婦関係だったので、まあ、なんていうんですかね、その劉祖玉のね、汚名の責任を取らなくてもよくなったんでしょうね。それどころかね、その明帝の下で、ね、元でね、家宗は出世するわけなんですね。そしてね、時代皇帝の南朝宋の第7代皇帝の後輩帝の時も重用されて、さらにさらにですね、その次の、南朝である南朝宋においても家宗はね、重用されるわけなんですね。あとちょっと面白い話なんですけども、後輩帝、違うな、後輩帝の在位の時代に、なんとね、
初縁とね一緒に仕事をするようになるわけなんですね。あのね、流祖局に10日間送り込まれたあの初縁ですね。ね、まあ言ってみれば一応はまあ正なんだ、その正式な夫とまあ愛人関係みたいな、男がまあ遭遇するわけなんですよ。一触即発かと思いきや、もともと夫婦生活が破綻していた仮想。なんとね、なんか何の縁だかわかんないですけども、初縁とね、まあすごく仲良くなるんですね。まあなんか人生ってわからないですよね。さて、男女平等を唱えた、訴えたね、劉祖玉。まあね、みだらな形での訴えですけど、まあ2年ばかりのね、幸せ期間と引き換えにね、サクッと歴史から退場してしまいました。まあ、劉祖玉が、まあ、この死罪からね、なんとかして、なんか逃れて、死を回避していたら、まあ、万に一つね、まあ、女性も多くの男をね、はべらせることが認められる、時代が訪れたのかもしれませんね。やっぱね、どうだろう。難しいかな。やっぱ難しいかもしれないですね。はい、以上が劉祖玉のエピソードでした。いかがだったでしょうか。まあ最終的にはね、死を賜っちゃうんですけども、まあ自分のね権利を主張し、まあ自身の夢を実現した人物だと。まあちょっと普通の人が考えるようなね、まあ男女平等とは違う感じの、まあ男女平等の形ですが、まあ男女平等はね男女平等なわけで、まあ死を賜ってるんで、まあやはりね、その劉祖玉のね言動は皇室の権威を貶めることではあったんですけども、まあ自分の権利はね自分で勝ち取ると、自分の人生は自分で好転させるみたいなね、まあ意志の強いね女性だったんだなぁと、そういう感じですね。まあ一般的な意見として、まあ劉祖玉のね話を聞いた人って、はあ、いやらしい犬なんだわーっていうね。まあそう、どちらかというとそういうマイナスな意見をね、浮かべるかと思うんですけども、なんか私はね、劉祖玉の話をね、初めて知ったとき、なんかそうは思わなかったんですよね。まあさっきね、エピソードを紹介してるときは、なんか盛り上げるためにね、ちょっと愛し立てるように、なんか犬なんだとかなんだか言っちゃったんですけども、まあ、劉祖玉が、その、ね、男がね、女をはべらしてるのに、なぜ女が男をはべらしてはいけないんだって言ってるのをね、確かにと思っちゃったんですよね。だから、おお、劉祖玉やるやんって、なんか、そういう感じに思ったんですね。まあ、こういうのって、なんかね、今の時代でも言いづらいじゃないですか、なんか、そういう、なんていうんですかね、その、性に関して、まあ、なんか大広げに言うみたいな、そういうのって言いづらいのに、ね、ただでさえね、しかもなんか女性が あんまりその権利なんていうか、その地位が低い時代なのに、当時の、ね、中国でそれ言ったかっていうね。さすが劉祖玉、俺たちにできないことを平然とやってのげる、そこにしびれる、憧れるみたいなね。はい。っていうのが今回の本筋だったんですよ。ただそのやっぱり中、やっぱりなんだろうな、ね、中にはですね、私と似たような意見を持つ方もいたようで、その劉祖玉の言動を好意的に捉える人がね、いるにはいたようでね、劉祖玉のことを、まあ、女性主権、女権をね主張したすごいやつとか、時代の先駆者って、なんかそういう風に評価する、意見もあるようなんですね。まあただ個人的な思いですが、私の場合は何だろうな、そのもっとね深い深層心理的なところで言うと、男女平等というよりかは、まあね、淫乱だの淫乱じゃないだの、なんか男だの女だのの前に、なんかその一方がね利潤を貪ってるのに、片方はなんか指を加えて耐え忍ぶみたいな、なんかそういうフェアじゃないなっていう感じで、なんかそういう感じでそれに抗った劉祖玉をなんかすごいなって思うんですよね。まあ今更ってなんですけども今更ってなんですけども、今回女性が淫乱であるってことをね主張したくてこの動画を作ったわけじゃないですからね。一応言っておきますけどね、そういう意味合いはもうとありませんからね。
まあ、放送のエンディングに言うに押せよっていう話ではあるんですけども、一応そこを念頭にしていただけると嬉しいです。ちなみに余談なんですけども、あのサムネにねいる、ね、見目麗しい、お二人のね美しい女性なんですけども、なんとね本場中国では、劉祖玉をね主役にした作品、まあ、正確に言うとそのなんか成り代わりというか生まれ変わりがなんかまあ主人公って感じもするんですけども、彼女を題材とした作品があるわけなんですね。でその2人のね美人さんはその作品内での劉祖玉のビジュアルです。そのねあの作品に名前なんですけども、報酬王という作品になりますね。この報酬王はねあの原作小説、あのもともと小説が原作の作品でして、そこから、漫画版から、漫画版が出たり、あとドラマ版が、ね、出たりとか、そういったメディア展開があったわけなんですね。でサムネの左側が、漫画版、報酬王の、劉祖玉、サムネの右側が、ドラマ版の、報酬王の、劉祖玉、まあ、役の人はねあの北京出身の中国の役者さんの、グアン・シャオトンさんという方なんですね。まあ、この報酬王なんですけども、あの漫画版とドラマ版では結構なんかあの内容が異なってるようなんですね。その漫画版の方はあの現代に生きる少女、あのまあ主人公のことですね。この主人公が、まあ、彼女がねあの飛行機事故に遭って、で、まあ、目が覚めると、なんと中国南北朝時代にタイムスリップしていましたっていう、そういう話でして、で、ね、劉祖玉として乱世を生きて、封建社会 あの束縛を打ち破ってね自立と平等と自由を追い求める物語であると、そういう風にね漫画版で、は説明されていますね。対してねドラマ版は、南朝宋の、第5代皇帝、前配帝がですね残虐で身勝手な癖をしていて、で前配帝のねあの姉である、劉祖玉も贅沢な生活を好んで、身の回りの世話をさせる男たちをはべらせ放題と、なんか放蕩の限りを尽くしていて、その皇帝たちのね暴政に何だろうな、いやこんな世の中じゃいか政治なんだその皇帝じゃいかんと、謀反を企てる一派が、劉祖玉の替え玉として劉祖玉そっくりなあのスダクというね女性、まあ グアン・シャオトンさんの役ですね、この人物を送り込んで、まあ、皇帝の暗殺を企てると。でスダクは、劉祖玉のね暗殺に成功して、劉祖玉になりすまして前配帝の命を狙っていくっていう話なんですけども、狙っていくんですけども、その最中ですね、劉祖玉のね一番の側近に、その正体をね疑われて、さてどうなるのやらと、そういったあらすじのようなんですね。まあそのなんだ恋愛時代劇っていうんですかね、まあラブ時代劇といった作品のようですね。でこのドラマがですね大変にまあめちゃくちゃになんかその人気を博したようで、まあね本場のね中国でも人気作品なわけなんですけども、ただどうやらねこのドラマがなんか原作ブレイクの作品なようでして、その点においてちょっとね見る際には注意が必要なようですね。ただちょっと原作小説の内容をちょっといまいち調べきれなかったので、どうね原作と違うかっていうのはちょっと私が調べた限りでは謎だったんですけども、なんだろうな、そのね報酬をね調べても出てくるのがなんかほぼほぼドラマ版についてだったんですよね。なのでちょっと原作についてちょっと視聴者がしきれなかったんですけども、まあ逆に言えばね、そのドラマ版ばっか出てくるってことはそれだけまあ人気の証なので、まあ原作ブレイクの点を除ければ、まあ基本的にその大衆、いろんな方が楽しめるような作品に仕上がってるんじゃないかなと思います。ちなみにそのドラマ版の主役の、グアン・シャオトンさんなんですけども、なんとですね、
国民の初恋相手という意味を持っているそうなんですね。まあね、すごい美人さんですからね。報酬王、報酬王についてはですね、概要欄の方にまあリンクも貼っ付けておいたんで、気になる方はチェックしてみてください。はい、本チャンネルではですね、まあ、今のような感じで、まあ、定期的に中国史の人物を紹介していきます。私がね、好きな、ね、春秋時代、春秋戦国時代の人物を、まあ、主に紹介していくわけなんですけども、まあ、今回のようにね、他の時代もね、紹介していきますので、まあ、幅広く楽しんでいただけたらなと思います。皆さんにね、お楽しみいただけますようコンテンツ作りもしていきますんで、ファンになっていただいてね、ぜひぜひチャンネル登録フォローをお願いいたします。高評価コメントもお待ちしております。はい、ここで次回予告なんですが、次回はですね、大人気中国史漫画キングダムに関連した人物です。お楽しみに。ファルファルファル。はい、それでは次回の放送でお会いいたしましょう。クロマサでした。バイバイ。